こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はセレウスについてお伝えします。正式な名前はセレウスペルビアナス。原産地はメキシコ、ブラジルなどで、夏型のサボテンです。風通しの良い、日当たりの良い場所を好みますので、できれば冬以外は戸外の雨のかからない日当たりに置いてやりますが、夏の光線は強すぎますので、この時期は風通しの良い半日陰に置いてやります。暑さには大変強いのですが、寒さには弱く、できれば10度から15度 C は欲しいのですが、5度 C ぐらいまでは越冬が可能です。そのため10月の下旬から4月中旬頃までは、室内の窓辺のできるだけ日のよく当たる場所に置きます。ただセレウスは結構耐陰性もありますので、明るく日の入るお部屋でしたら年中室内でも育てることができます。ただ夏の光線は強すぎますので、夏はカーテン越しの日を当ててやります。また群れを嫌いますので、夏の暑い時期、梅雨時は風を通してやることが大切です。水やりですが、春から秋の生育期は土の表面がしっかり乾いたらたっぷりやりますが、土の乾き具合を調べるには、このような土の表面を目で確かめる、できれば指で触ってみますと確認することができます。またこのように飾り石が置いてある場合、このような竹串をご用意いただき、これをこのように土に突き刺します。そして時々これを抜いて、この先端を確かめますと土の湿り具合を確認することができます。ただ大切なことは、セレウスは他のサボテンとは異なり、生育期には水を切らしますとしぼんでしまいます。生育期には土が乾いたら水を与えてやります。目安としましては、置かれる環境にもよりますが、1週間から10日に1回、それぐらいだと思います。また地方にもよりますが、11月の初旬頃から4月の中旬頃までは休眠期になりますので、水は与えません。特に低温期には水を切っておきますと、植物の体内の樹液の濃度が高くなり、凍結に耐えられるようになります。肥料ですが、セレウスにはあまり肥料は必要ではありませんが、やはり気温が25度 C の成長期には、環境性のこのような環境性の肥料、プロミックでもいいです。こういった肥料を5月と6月、それと9月に1回ぐらい、この土の表面にこのように置いてやります。最後になりますが、このセレウスにはよく見ますと、細かいトゲがたくさん生えております。よく見ないとわからないです。そしてこれを触ってしまいますと、皮膚に突き刺さり、しかもそのトゲが脱げて手などに刺さったままになります。このような場合は、こういったガムテープ、養生テープでもいいです、ガムテープの方がいいですね。それをご用意いただき、
刺さった場所にこのように押し付けて、これを繰り返します。そうしますとトゲがこちらについて取れます。割合簡単に取れます。このトゲはもともとこの植物が動物等に食べられないように持っているようです。一遍食べた動物は二度とこの植物は食べないと思います。以上、簡単ですがセレウスについてお伝えしました。上手に管理をして長くお楽しみください。以上です。